十二社しないんですか。いやちょっと今回の弓道場ロケでは体力が笑ってんねん。まだ時間あるなと思って。いやもう30分あるんやけど、ちょっと正直十二社海中を出す自信がないです。今日はてか十二社引ける自信がないです、体力的に。そんなに申し訳ないです、すみません。だけど、ちょっと今から十二社は引けへんけど、四つや引いて、ちょっと次の希望を見出したいなって。それで納得してもらえる。3本当てたら。あ、4分の3。4分の3。頑張ります。4分の3。かなりさ、引いてきたから。まあ。もうちょっと、社的にも希望の色を隠せへんのですよ。だからそのあたりは皆さん注意して。ご了承いただいた上で今から4つをさせていただこうかなと思います。いいですか。それでいいですよ。いいですか。なるちゃんしゃあないから後輩やな。7つ離れた8や8離れすぎや。ちょっと4つや今回の弓道場ロケ4つや奉納させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。4つやお願いします。お願いします。やりました。どうや。怒ってらっしゃるわ。いやでも最後の4本目に関してはほんまにひどかった。だって全然違うの分かったよ、うん、なんか筋肉全体がもう痙攣しかけてて、やばい、いつ離れるやろうと思ったけど、その矢を飛ばす道っていうか、なんかゾーンに入ったわ。何笑ってんの。でもなんとか、あ、そこやったらちゃんと的の枠の中に通ってくれるっていうところで離れてたから当たってくれたなと。実はこの1時間前までほんまにひどかったんかな。ほんまにひどかった、射的にも。全然元の方飛んでなかったの。まあちょっと十二社海中チャレンジの前に四つや引かせていただいて、なんとか3本を詰めれるということが証明できたということで、ラーメン行こうか。はい。はい。じゃあ片付け。
付けしてラーメン食べに行きましょう。はい、はい、その他 Twitter、Instagram、そして Vlog チャンネル、あと弓道のオンラインサロンをやっておりますので、そちらの方加入お待ちしております。ありがとうございました。